ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。 KNO ニュースキャスターの平瑠美です。そして菊池の、自然温泉と森谷由美です。今日私たちがやってきてるのはどこかというとこちら、じゃーん、菊池渓谷です。菊池渓谷はですね、あの丸々百選っていうのがたくさんあるんですけど、森谷投手ご紹介ください。はい、あのもうたくさん本当にあるんですけど3つだけ厳選してご紹介すると、まずお水がきれいということで日本名水百選ですね。で2つ目、滝がたくさんありますので日本滝百選。3つ目、ここはもう森の中ということで森林浴がすごく気持ちいい場所になってまして、日本森林浴の森百選。この3つ、ぜひ、こちらが特徴となっておりますので今日ご紹介していきたいと思います。というわけで今日は菊池渓谷の山開きが行われました。私たち2人で、散歩しながらご紹介していきたいと思います。お楽しみに。4月16日熊本地震の本震から今日で5年です。ここ菊池渓谷では新しくなった展望所で山開きの神事が粛々と行われています。現在清払いの儀が執り行われています。橋を渡っていきたいと思います。新緑がすごい綺麗ね。ところで今日たけしさん何してんの？たけしさん、まあ、ちょっと戦に行ってるんですけど、実はここにちょっと連れてきてはいます。ん？連れてきてるし怖っいつでも一緒。いつでも一緒ですね。もうなんか匂いが全然違う、空気の匂いが、あのですね、空気のなんていうかな、匂いがするよね。しますね。うん、なんか、なんだろう、木の匂いとかもしますよね。するする。いろんなこう木がね、綺麗。これ今ちょっとだけブルーっぽく見えると思うんですけど、これがですね、もうちょっと光具合でもう本当に真っ青なブルーに見えるんだよね。そうですね、もうなんか宝石のような綺麗なエメラルドブルーなんですよね。ぜひ見ていただきたいです。あ、なんか開けてきたよ。あ、ここじゃないですか。ちょっとレイメイの滝がもっと見えるところがもしかしたら来たかも。見てください。あ、ちょっと見えたな。あの、レイメイの滝です。さっきの間違いですわー、きれいきれい。石がすごい。でかー。森谷投手の身長が160センチ。こんなに大きい輪が。これもやっぱりあのいろんなね、水害の時とかもそうだと思うんですけど、こうゴロゴロ転がってきたやつですよ。じゃあちょっとお水を皆さん見てもらえますかね。はい。あ、すごい綺麗。します。あー、綺麗。いやー、うわー綺麗。すごいね。いいね。ここの今のこの角度も結構あの写真スポットで皆さんよくいい感じの写真を撮られてますね。ちなみにですね、
菊池渓谷の水温は一年中何度かというと、そう、大体年中14度と言われてます。今4月なんで、ちょっと森谷投手にお水を触ってもらいましょう。うわー、やめてー、やめてくれー。こら、こら。渡り道にやってきました。右に行くと龍ヶ淵天狗滝という看板がありますね。で、奥の方は、広河原43万滝という看板が出てます。ここで右に曲がると、30分コース、癒しコースという名前になってます。ここから、入り口にの方に戻ることができます。奥の方に進むと、満喫コースといって、まあ、往復、2キロコース、だいたい1時間ぐらいかかるコースになってますので、迷うとこですけども今日はもう奥まで行きたいと思いますが、龍ヶ淵にちょっと立ち寄ってみたいと思います。うわ、きれい。すごい。でも見えます、あのお水がちょっとブルーの感じなんですよね。ちょっと寄ってみます。水深が10メートルとすごく深いところになってますので、青色がよりこう出やすいところですよね。うわ、いろんな木とか植物が本当に自生してるんで、本当勉強になります。ね、ああいう感じで植わってるのってなかなか見れないですね。見れない見れない。ちょっとへばってますよ。あのさっさ歩いてもらっていいですか、さっきから。いや、きついですよ、めっちゃ。あのずっと上り坂なんですよ、緩やかな。ちょっと体力がですね。それはあの森谷投手が運動してないだけで、多分他の皆さんはそうでもないと思うんですよね。いや、まあ、もう息が上がって上がって、ちょっとあと3倍ぐらいで歩いてもらっていいですか。本当本当、私もっとさっさ行きたいんですよね。ちょっとさっさ行かせてもらいますね。ごめんなさいね、失礼します。待って、もっとね、皆さんもね、早くこう景色見たいですよね。さっささっささっさ歩いてもらわないと。今日は本当あの水量がかなり少ないんですけど、ここ全部お水がだーっと流れてきます。ちょっとね、綺麗。ヤマメの塩焼きのお店にやってきました。イエーイ。どうですか今日お客さんは。あのものすごく少ないですあの皆さんにメッセージを。すいません、あの菊池渓谷、今新緑の走り真っ盛りの状態があと1週間ぐらいでやってきますので、ぜひ遊びに来てください。天国のようなところで待ってるよ。その天国のところでちょっとヤマメをいただきたいと思います。2つください。高校生の時に、はい、まあ高校生って言っても5年前なんですけど、はい、いや 笑いすぎでしょ。嘘ついた。本当は30年ぐらい前、ここの渓谷でまだうどん屋さんがあった頃にバイトしてたんですよ。あれも、はい、本当に、はい、なんで、ね、その頃からこのヤマメの塩焼きあるんで、もう40年になるですよね。恐ろしい話ですよね。いや、もう菊池渓谷といえば
ヤマメの塩焼きですね。もうぜひ来た時には食べていただいて。はい、じゃあお待たせしました。いただきます。じゃあ森谷投手、そこで、はい、そこで食べてください。はい、じゃあちょっといただきます。ちょっとお腹の美味しいところをいっちゃいたいと思います。おいしか。おいしい。あ、ありがとうね。喜んでもらったら何よりよ。プリプリです。なぜか臭みが全くない。うん、あの川の魚の中ではね、まあ鮎よりも何よりもね、やっぱりヤマメが一番臭みの濃くてね、美味しかですよ。わー、なんかふわふわしてます。すっごい美味しい。何これ。ちょっと交代交代。食べたいもん。いただきます。はい、どうぞ。あ、出た。ルミレポーターの食レポです。あの、ヤマメの塩焼き、ほら食べたいね、皆さん。うまっ。めっちゃいい。めっちゃいい香りがする。じゃあ私は尻尾からいただきます。うん。うまっ。うまかでしょ。美味しそう。なんかね。焼きたてですね。塩気がちょうどいい。でも、うん、あのきっちりと塩の味もするけど、あの魚の旨味もちゃんとして、で尻尾から食べたじゃないですか。もう骨全部食べましたからね。骨ごと食べられる。やばい、はい、超美味しい。やば。これがお手本です。食レポの上手。うまっ。おー、美味しそう。うまっ。喜んでもらったらヤマメも本望よ。うん、嬉しかろ、私に食べられて。うまっ。